はい、トールのアニメ感想置き場です。放課後堤防日誌の9話の感想を共有していきたいと思います。僕は原作とかはチェックしていないので、本当にね、その時にアニメを見ての、個人的な感想などを共有していくという形になりますので、よろしくお願いします。はい。今回、釣りをしたんですけど、釣りがメインの話ではないどころか、釣り以外のですね、部分にクローズアップされるっていう話でした。とはいえ、釣りをする上で考えておかなければいけない大切なことっていうのが書かれた回だったと思いました。はい。個人的にはヒナのですね、主人公としてのね、感性がとても魅力的だなと、感じる回だったんですね。では、全体的な、感想にね、いっていきたいと思いますね。まずストーリーとしては着衣水泳の話があって、その後、雨上がりの、釣りがあってですね、でアオサギと出会うわけですね。でアオサギが釣り糸がね足に絡まっていてかわいそうだという話ですね。それの救出作戦をするという、そういった流れでした。はい。感想としては、小谷先生が活躍したんじゃないかなっていう感じですね。はい。今までは結構しょぼい活躍ではあったんですけど、今回は先生としてのね、振る舞いをしっかり見せてくれたので、なかなかいい回やったんじゃないかなと思いますね。その今までのね、そのね、振る舞いから結構侮られてる部分が、感じられたんでね、なんかバランス取ってる感じはありましたね。着衣水泳についてね、結構ね、よくわかるようにね、この部分は結構教育っぽい内容が、入っててよかったですね。はい。で、さっきも言いましたけど、ヒナのね、感性ですよね。このアオサギと出会った時にヒナがね、どう行動したのか、どう考えたのか、最終的に何を決めたのかっていうところの、周りがですね、すごい魅力的な、キャラクターが分かりやすくこういうキャラクターですってね、この部分が魅力ですって言うんじゃなくて、なんかヒナらしい感性が見ていてね、納得できるし好きだなって思える回だったと思います。はい。で、振る舞いとしては、やっぱり部長さんのね、振る舞いのね、変化にね、結構癒される回だったと思いました。で、ただ今回はですね、着衣水泳もそうですしね、それこそね、釣り場の生き物との関係に関してもですね、話の中でですね、必然的に教育的な内容をやってはいるんだけど、教育番組とは違うっていうね、あくまでもその話の中で、教育的な内容が出てきたんだよっていうねところで、教育番組との、違いをね僕はちょっとね実感したんですけど、皆さんどうだったでしょうか。皆さんのね感想もね教えていただけたらと思います。自分としては、やっぱり今回は釣りのね楽しいっていうところ以外の部分をその教育的な目線というよりはやっぱりキャラクター側の目線としてねとても丁寧に書いた回だったなというふうに思いましたので、すごいね印象にも残るしねいい回だったなと思いました。はい。皆さんいかがだったでしょうか。では次ですね。はい。ここ好きやったところとかをね、部分的なところをねちょっと取り上げていきたいと思います。夏目がですね、夏美ですね、失礼しました。夏美がですね、わかりやすく可愛いっていうのがまず一つですね。はい。これはもうただ単に、キャラクターの話でしかないんですけど、まずですね、常に楽しそうですよね。なんか、準備運動でこんなに楽しそうに準備運動してくれる子いるっていうね、そんな感じ、しませんか。僕だけですかね。なんというか常に何でも楽しそうにしてるんですよね。楽しいことを楽しそうにしてるだけなんですけどね。そんなわけでですね、何をしてても楽しそうですね。救命講習受けてでも楽しそうってね。なんか、これ被る意味ないですからね。このタイミングで被る意味全くないですからね。いや、とにかくなんとなく楽しそうなんですよね。でなんかいつもその楽しそうというわけではないんですけど、基本的にはね、素直に、しているっていうところがいいですね。はい。で大野先輩とかが泳げないからねっていう時は別に泳げないって、言っちゃう感じですね。本当にね全てにおいてね素直なんですね。この感じはやっぱりそこまでキャラクターにそのスポットが当たらなかった4話までを思うと、より感慨深いものがねあるというかね、そういう感じがありますね。で、ヒナをね見守る姿勢ですよね。常にねヒナのことを見てくれてるんですよね、なんやかんやでね。はい。まあひながね怒ってたり困ってたり喜んでたりしてる時に見てくれてるっていうね、この辺りは何というかこう、まあ、着衣水泳してる時のね、立場が入れ替わった時のね感じをね見ているとねよくわかるんですよね。これすごいいい対比だと思うんですけどね、夏美はこうひなのね、ことを見守る姿勢でね、手を添えてくれてる感じですよね。はい。でまあこっちの場合はね夏美がね上手って言っててねへーってね、楽しんでる感じですよね。この辺りがねとてもねいいというかね、常にひなのことを見守ってくれてるのがいいですね。もちろんその過剰にね構うせいでですね、ひながちょっとムってねする時もねあったりするんですけどね、この辺りのねバランスいいですよね。はい。あとなんていうかこうね根がねすごくね真面目なんでねなんかこうだから先生がね、昔ライフセーバーの話とかをしてる時にね、ひなはね憧れ的な感じでね、見るんですけどね、なんかこうねこう夏美の感じはなんかちょっとなんかこう素敵やなっていうような感じがこう表に出ているんですよね。すごい素直になんていうかねこうひなとの対比でひなのね性格が悪いわけじゃ全然ないんですけどね、ひなが別になんていうかこうねそんな素直でもないし、真面目でもないんやけどこの言い方はねちょっとねひなに怒られるかもしれないですけど、それに対してね夏美は本当に素直でね真面目な、人の反応をしてくれてるところがね面白いですね。大野先輩が見本でね釣り上げた時もね、すごいね、一緒に喜んで拍手してる感じですよね。さすがっていう意味でこう先輩を立ててる意味にもなるのでね、この辺りがね本当にねいい感じのねこんな後輩いたら嬉しいやろうなっていうそういう感じがしますね。はい。でこれらのね夏美のね魅力っていうのは今回別にね1回もスポット当たってないんですよ。なんかそれこそまあ着衣の時に楽しそうにしてるぐらいですよね。全然夏美にスポット当たってなくて。まあ、ストーリーの中で夏美がね、ちゃんと夏美としての、ね、行動をしていてそして魅力的っていうね、そういうのがね分かる描写をね、まあ、夏美だけじゃなくてね、まあ、キャラクター全体に言えることなんですけどやっぱりこれはいいアニメやなと思いましたね。はい、次ですね着衣水泳のね話がね出ましたね。まあ高校生でもね救命講習って今するんですかねどうなんですかねまた知ってる人教えていただけたらと思うんですけどね、まあ海辺の学校というところもあるのかもしれないんですけど今回はね、救命講習の後にですね、まあね堤防部に関しては特別な着衣水泳が行われるっていうところですね。はい、で、まず着衣水泳っていうことなんで普通の水泳との違いがね書かれてますよね。当然こうね水着の上にね服を着て行ってね服をね脱いだりはねしないんですよね。本当にこう海に落ちた時って服着てないでね裸やったらね怪我したりするところもね岩場とかやったらありますしね服は結構大事だったりしますよね。その後のこともねあったりするんでそして飛び込みがねありっていうところですね。この感じもね大事ですね。はい、普通のプールでは絶対飛び込みはあかんねんけど着衣水泳って実際のね状態をこうね想定した場合って、要するにね飛び込みの状態なんですよね。普通にこう着衣水泳の技術が必要な場合ってね、この辺りもなんかこうね、楽しいですよね。水泳との違いが分かって、泳ぐのではない浮かぶのだってね、この感じは普通に面白いですしで例えばこうペットボトルとかねクーラーボックスをね投げるのはね、ぶつかると危ないっていうのがあるんですけど、まあ、物事のね優先順位的にもね、対象が高校生っていうところもですね、別にそういうところのね断りとかをねちょっとね入れないところがすごいなんか教育的なんだけど、それってその教育番組じゃないから1から10まで全部ね教えてるわけじゃなくて、ひなたちが、ちゃんと講習を受けてるっていうシーンを書かれてるだけなんですよね。はい、この辺りの、ね、バランスがねすごい良かったですね。で当然まあそのひなたちは教わってる立場やからね、質問もするしね、で理解できてない時はね、理解できてないかもするっていうね、ところでねこの辺りのねバランスねすごい良かったですね。はいでですね、まあその海が怖いっていうところが一つのポイントではありますよね。だからそのなんでこれが必要なのかっていうところで、どれだけ怖いかっていうのを、まあ、示す時にこれもひなが言っていたのがその、ね、本当にこう底が見えない海の怖さっていうのを言っていてですねで先生もねとても怖いんだよっていうね、そういったことを言っていたんですね。そうですね海は怖いっていう前提でね、海を楽しむことの、ね、大切さを、ね言っていたっていうねこの部分は大事なところですね。はい、こういうのをね書いてくれるところもね嬉しいですね。で、まあ、ライフジャケットは大切だよっていう、そういう話に、まあまあ落ち着くというかね、着地点があるという感じですよね。まあその仕組みはね、ヒナがねあんまり分かってなかったりしたんですけど、まあこのレグに関してはもう大野先輩がねしっかりね怖がってくれてるね、描写がねこれでもかとね書かれてですね、そしてですね、まあ実際にこうライフジャケットをですね、まあつけてみてですね、でまあつけてですね、でこの時のね大野先輩がね説明をね全然聞かずにねすごいね、嬉しそうにしている状態ね、そしてまあね頑張って飛び込んでですね、浮かぶっていうところでね、まあまあ普通のね話ではあるんですよ。でもまあところどころでなんていうか、私がもしね落ちたとしたらね、2人はね間違いなく飛び込むやろうっていうね、この想像がね、できてしまってる感じね、なんかこう見えない信頼関係を、感じますよね。はい。でそんな感じの、ね、ことをね思ったんですけど、なんやかんやでこう着衣水泳以降はですね、普通にライフジャケットをねみんなつけるようになってですね、あと僕がね嬉しいなと思ったのはねこれですよね。はい、わかりますかね。今まで部長はこんなこの涼しいところでね、のんびりはしてなかったんですね。全員分のライフジャケットが揃ってからこういう涼しいところでねのんびりできるっていうようになったんやなと思うと、ちょっと感慨深いものがありますよね。まあそれでも悲鳴が聞こえた時はすごいスピードでね、駆け寄ってきてくれていたので、やっぱりねこの部長ねなんかこうやるべきことをしっかりしているっていうね、そういった様子が、感じられていいですね。はい。あとは、まあ、なんていうかこう、その次のパートの話なんですけど、なんとなく、なんか、ヒナのお風呂シーンで、これもなんか着衣水泳のね、ポーズが若干反映されてる感じがしますね。なんか、まあ、ぼーっと考えてね、長時間考えてた描写なんですけど、なんとなくこうね、この浮き方、あれ、着衣水泳じゃねってね、なんとなくこう、ヒナ自身も意識してたんかなって思わせるような演出が良かったですね。ニオは単純にこうね、釣れた時の感触をお風呂で思い出してたっていうことなんで、それに比べるとちょっとね、変化が見られるところも、そういったなところがちょっとね、やっぱね、感じられるだけでもね、いい演出だなというふうに思いました。はい。次ですね、アオサギとねヒナのねまあやり取りがねすごい良かったですね。やっぱりまあ釣り人のね、まあ釣り糸がですね、まあ海洋生物に対して良くない影響が与えてるっていうね、まあそういった話ですよね。ここも書き方とかね、内容によってはすごく教育的になってしまうところではあるんですけど、まあ釣りのね闇の部分としてね、まずね避けずにちゃんと書いてくれたっていうところは非常に良かったと思いますね。はい、そしてですね、ここでやっぱ出てくるのがねヒナのね感性ですね。やっぱりこの人が釣りをすること、釣り場を使うことによって生き物がどうなってるかっていうことをですね、話し出すとですね、ついついこう教育的なね、番組においてはね主語が大きくなっちゃうんですよ。これはなんていうか今回の、ストーリーに対してですね、まあ何かこうダメ出しをしたりねイチャモンつけようと思った場合にですね、多分ね主語がね大きくなってしまうんだとはね思うんですけどね、そういった感じですね、妙にね主語をね大きくしてしまいがちなんですけど、こういうね話があった時に。でもまあこの放課後堤防日誌はね、まあ例えば生き物とね釣り人の関係だとかね、それこそまあ生き物に対してねどこまで手を加えるべきかとか、野生生物とね、どういうふうにね人間をやっていくべきなのかとかね、考え方ですよね、そういったちょっとね主語の大きい話に、なりがちなんだけど、そういう話にはね一切せずにですね、ただ気になる人は調べてみたくなる、気になる人は深く考えてみたくなるっていう話のフックとしてのね、置き方だけをね最後までしていたところが自分はねとてもいい作品やと思ったのと、でそれを書くためにやったのがやっぱヒナのね感性ですよね。うん、このヒナの感性ねすごいいいですよね。まずヒナはですね、まあ魚をねこう釣った時もですね、うまくこう外せずにですね、魚が地面に落ちてきたしまった時にね、ごめんねごめんねってね、言っちゃうこの感性ですね。そう前回もね、前々回もね、釣ったねエビに対してねどうだってね言ってたところとか、ね孫っちの顔がね、ちょっとね怖くてね八つ当たりしてしまったりとかで、ヒナ的にはね生き物に対してね結構ね1対1でね向き合ってこうね、感覚でね話しかけたりする感じなんですよね。はい、つまりね今回の話はヒナがこのアオサギ、単体とね、向き合ったというそういう話になるんですね。はい、そのまあヒナ的にはですね、魚をね取られて ね腹立たしいわけですよね。で逃がした魚もね空中でキャッチされてしまうってね、これもちょっと、ね、リアルですね。水面につく前にね魚を取られてしまうので、ね、かなりリアルですね。ちなみにこの手の鳥さんはその空中にポンと放り投げたら空中でねキャッチして食べちゃいますね。はい、だからなかなかね、厄介な鳥ではあるんですけど、これに対してねヒナはね腹立たしいとね、いうふうに思いますね。はい、あいつ嫌いって言ってましたね。ね好きか嫌いかでね相手をね思えるっていうところがなかなかね面白いところではありますね。はい、でそれに対してですね、まあ足元を見るわけですよ。でこれに対して、思うことがあるわけですね、ヒナ的にはね。でこの時のねやっぱりヒナのね感性もね、とてもいいんですよね。まあかわいそうにっていうふうにもね思うんだけど、まあ、自分で調べてみるわけですね。Google でね調べるわけですね。アオサギとですね、釣り糸ですかね。そういったところで調べてですね、でいろんなね、文章がですね出てくるのを見るんですけど、それに対してね、何か自分の意見をね言ったり、つまりねちょっと主語が大きくなったりはねしないんですよね。ヒナ的にはお風呂の中でもね考えていたし、その後もですね、ぼーっとねまあ一定時間考えるわけですよ。これねぼーっとしてるんじゃなくて考えてるんですよね。はい、ちなみに風呂の時の表現はですね、長い時間考えすぎたせいで風呂の天井にこう水滴が溜まったのが落ちてきてですね、びっくりしてたりするんですけど、そんなわけでヒナ的にね、ある程度考えてね出した結論が、まあ今回のこれですよね。あのアオサギに対しては、はい、やっぱり釣り糸をね、取ってあげたいってねいう気持ちになるっていうところですね。これが本当にね、つまりその目の前にいたサギに対してこう1対1のね、関係としてですね、まあ何よりも釣り糸が気になるっていうね、そういうところをね言ってしまえるね、本当にねヒナの感性なんですよね、この辺りはね。なんかキャラクター性とか性格とかではないんですよね。なんかこれを見てどう思って何を言ったかっていうところで、とてもなんかこうヒナの感性がね、愛おしいなというふうに自分は思いましたね。はい。でこれに対してねやっぱり良かったのも、周りのね部員たちもねすごいいい感じで、関わってくれてますね。まずそのヒナがそのなんでしょうね、このショックを受けてるというかね、釣り糸がまあ鳥たちに迷惑をかけてしまってるっていう時になった時に、やっぱりそういうね、状態がね、釣り人たちのね釣り糸が残ってとかね、そういったところが問題になってることをね問題提起はするんですね。で今日はもうね、まあする気がなくなっちゃったねみたいな話をするわけですね。だから感性的にこう無関心とかね、あとまあ 無感情になっているわけじゃないんですね。で話としては、まあ、ここをね掃除してね帰りましょうってね、いうことになって、まあ、掃除関係のね話につながれたわけですよね。だからまあ釣り場をねどうしていこうかっていうね話にねシフトをしてるわけですね。で、その中でこうヒナがやっぱりねあの鳥に関してはね何とかしたいっていう気持ちを言った時に、ちゃんと部長が答えてですね、でそこはちゃんとなんていうか人のエゴとかにね、なってしまわないようにちゃんと役所に相談してですね、協力を得てきてるわけですよね。この辺りのその大野先輩とか部長の、やり取りのね卒のなさっていうのもねすごくねちょうどいい、関係ですよね。なんかまあ本人たち的にはもうそういうもんのやとしてですね受け入れてはいるんやけど、ヒナの気持ちを受けてですね、じゃあ正しい手順でね、なんとかしようやないかってね、答えてくれる感じねとてもね素晴らしいですよね。はい。で実際にこうね、身をね呈して、ね、協力してくれてですね、で、まあ、鳥逃がせた時はね、よかったよかったってねそういう顔をしているわけですよ。はい、なんかとてもその温かいしその真剣やし、でやはりねその自然な正しさみたいなね、そういったところがねありますよね。でこれもその教育的にこれが正しいっていうわけじゃなくて、まあヒナが目の前の、まあ、詐欺とですね、向き合った結果ですよね。はい、っていうところで今回のね話がね終わってるんでね、自分はねすごくねなんかいいものを見たなっていうふうに思いましたね。はい。でまあ最後まあね、もう来るなってね言っていてですね、この時もまあちゃんとね、夏美はひなを見てくれてるんですけどね。で、まあ、青木地も何か思ったことがあったのかね、復活していたっていうところでね、今回のね、エンドに来るわけですよ。つまりまあ、この2人のね、木地とひなの話やったっていうね、そういう話ですね。はい。なんかこういう題材を持った時って、本当にやっぱりね、主語大きくね、言ってしまいがちなんですよね、本当にね。でもこれをしなかったっていうところはね、良かったですね。で、じゃあ教育的じゃないんかっていうと、その部長とかがですね、すごくいいバランスのね、その教育的なね、言葉をそっと入れたりするんですよね。なんか絵付けみたいな形になるのは好ましくないけんね、みたいなね、ことをね、言うわけですよね。だから、適度なね、距離感、その無視するのが一番隊もそうなんですね。今回無視するのが一番隊っていうのは、他の部員はですね、みんな無視するのが一番って理解してるからね、受け入れてたんですけど、ひなに関してはですね、ちょっと自分の思いがあったっていうところですね。この辺りで、なんか本来、理想的なね、距離感みたいなのをこう教えてね、解き伏せるんじゃなくてね、他の部員たちは自然とやってるところがですね、とてもね、気持ちいいものがあるんですよね。なんというかね、そのすごく大事なものなんだけど、全然押し付けがましくなくてですね、ただそっとね、置いてあるっていう感じですね。なんかうまい、あれはないんですけど、こう、まあこれ別に正しいね、例じゃないんですけど、自分こうラーメン屋とかに行った時にですね、ご自由にとっていい、そのお酢系のね、まあお酢系の、まあ酸っぱい系のそのね、梅干しとかね、あるとね、すごい嬉しい感じになるんですけど、別に押し付けがましくはないんですけど、なんていうかこう食中毒的な観点的にも、栄養バランス的な観点としてもですね、その味覚的なね、観点としてもね、すごく理にかなっていてね、正しい手段ということでね、梅干しが置いてあるラーメン屋ね、僕は好きなんですけどね。話がなんかだいぶ変なことになりましたね。はい、なんでこの話をしてるんでしょうね。まあそんな感じですね。とてもね、良い終わり方やったなというふうに自分は思いましたが、皆さんいかが感じたでしょうか。はい、そんな感じですね。最後ですね、まあ本編以外の話っていう感じでね、こんな感じのね、3部構成にね、してみましたね。はい、なんか結構ね、グダグダになってしまうんでね、一応それぞれのね、構成を変えようかなというふうに、思っていますね。はい。まあ、といってね、まあ、特にこの部分で話すことはないんですけど、例えば、その、今回のですね、着衣水泳のね、話とかですね、あと、まあ、その、海のね、生き物のね、まあ、釣り糸とね、海の生き物、アオサギとかの話って、その内容をですね、まあ、農林水産省とかがね、ツイッターでこうね、なんかリツイートして、まあ、話としてね、ツイートしていたりしてですね、この堤防日誌取り上げてくれたりしているので、まあ、つまりこう気になる人はですね、それをフックにね、いろいろ調べたり関心を持ったり活動したりっていうね、ことにね、つなげていけるっていうところでね、やっぱりその大きすぎるメッセージ性はなくて、本当にあくまでひなの感性ね、キャラクター中心に書かれたものとして、今回のアオサギをね、取り扱ったっていうのはね、すごく良くてですね、それに対して、フックとして農林水産省がそこにまあ協力する形というかね、になっているっていうのもね、すごくいい関係だなというふうに、思いました。はい。で、まあ、着衣水泳のね、話もね、ツイートしてたんですけどね、まあ、ちなみにこう、着衣水泳は、結構、そのね、やってみるとね、いろんな発見があるんでね、ちょっとね、なんかね、懐かしくなりましたね。プールでやる着衣水泳とね、海でやる着衣水泳全然違うし、あと、川で着衣水泳やると、マジで死にそうになるんで、皆さん気をつけてくださいね。影響を受けてですね、川の着衣水泳はまず浮かないし、浮かないし、流れるし、水めっちゃ冷たいから、本当に死にそうになるんでね、気をつけてくださいね。はい。あと、まあ、自分は、その、ね、前回もね、エビのね、手長エビのね、話が出てね、すんごいね、やりたくなったんですけど、なかなか自分の近くにね、そんなスポットもなく、時間もなかったんでね、まあ、くら寿司でね、まあ、エビ天寿司をね、頼むぐらいしかできなかったんですけど、なんかやっぱりこういうのを見てると、まあ、季節がちょっとね、ずれちゃったのがね、もったいなくは感じますよね。はい。本当なら、なんか本来の春アニメとしてね、書かれていた場合って、まあ、この付近に書かれた釣りって、シーズン合わせてね、できたと思うんでね、なかなかね、もったいなかったかなというふうにちょっと思うんですけど、まあ、とはいえね、まあまあ、夏アニメもね、もうね、終わりに向かっている感じなんでね、秋も近づいて釣りにいいシーズンね、近づいてきてますんでね、いろいろやりたいなと思いましたね。はい。自分とね、まあ、関係ない話というかね、まあ、雑談をねダラダラしてるだけなんですけど、今週ね自分はねアジがねちょっとできてたんでね、でっかいアジがその魚屋にねスーパーにね売っていたので、ちょっとね買ってみましたね。でかいアジなんでね、この部分ねちゃんとね切って取らなきゃダメなんですね。はい。でまあね適当にこうさばいてね食べたらね美味しかったですね。はい。なんかこう釣りがねできない分ね、なんかこうちょっとねあんまり普段やらないおっきめの魚買ってさばいてみるのもね、楽しさなんで、皆さんもやってみてはどうでしょうか。てな感じで適当なことを喋りましたが、はい。今回はね以上になりますね。まあこんな風にねちょっとね、まあ、形式を変えてやってみたんで、皆さんのねご意見とかね感想とかね、あとですね今回の着衣水泳の話とか、あとまあその海の生き物とね、アオサギなんかの話とかで詳しい方とかね、興味持ったのでこんなこと調べてみたよっていう方はね、いろいろね教えていただけたらと思いますね。やっぱりその何か気づいてですね、まあ、釣りやってみようっていうのもそうなんですけど、これってどうなんだろうっていうふうにね、まあ、今回の話がねきっかけにいろんなこと調べたりね、何かに関心持ったりっていう、ね、流れとしてもね、すごくいいアニメだと思いますので、皆さんのね感じたこととかですね、知ってることとかも教えていただければ幸いです。それではね今回はね、これまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。はい。楽しかったですね。放課後堤防西の9話でした。